なんでみんな国なんてでかいものを背負いたがるのかね。杉本、家族は？ああ別にいねえけど。ひょっとして家族全員殺したとか？え？殺したのか？殺してねえよ。結核だ。いいんだよこの話は。じゃあわかるだろう。俺の家族も全員放送にやられたんだ。誰も話しかけない、触れてもくれない。故郷に居場所はなくなった。だから子供心に思ったね。俺の国を作れば誰も俺を追い出せないって。王様ね夢を持って前向きに怯えて暮らすのはやめにしたのさ。そのおかげか俺にだけは感染しなかった。気持ちで跳ねのけたんだな。サイチ、療養所の病床が空くのは期待するな。それまで持たないだろう。お前は優しい。そのせいでいつもそんな役割を引き受ける。私もおせっかいな性分だった。そんな性格はなかなか変われないものだが、明日もう一度病院へ行って頼んできます。おい、黒猫ってのは結核を治すんじゃねえのかよ。お前も役に立たねえな。家を出なさい。お前だけは結核に捕まるな。私のことはもういい。自分のために生きるのは悪いことではないんだぞ、サイチ。自分が幸せに生きられる場所を探しに行きなさい。負けねえぞ。殺してみろ。俺は不死身だ。